じゃあホロライブ特化で見ていきましょう。こんな感じでしっかりブースが取ってあって、まずはポッパレ関連がいろんなキャラクターが今後も続々、いやもう VTuber もね、分かる VTuber と分かんない VTuber が混在してますので、もうねバッと取っていく。こんな感じでフィグマとポッパレとネンドロイドがホロライブっていうくくりで展示されております。まだデコマスのものも多いけど、もう色がなくても可愛いっすよね。あーいいっすね、ラプラス、なんかちょっと大人っぽいな。あ、こっちフィグマ可愛いな、動くやつ。あとはスケールフィギュアなんかも横にあって、ラミーか、おーすごいっすね。 VTuber をリアルの3次元で楽しむことができるっていうね。でクロエだ、はーはい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 、良いですね、良いですね、なるほど。で裏、あーいいですね、ペコラでかい、だいぶでかい、だいぶでかい。まあこの間なんか1分の1とかも展示されてましたからね。アイコンのあたりとか、あ団長もう、あこれまだ監修中なんだ。髪の毛クリアパーツか、むっちゃかわいいな。でネンドロイド、ネンドロイドもさかなり発表されてますけど、まだまだほんと出るんですよね。あまだ出てなかったんだっていう人も多いしね。この辺りが全てホロライブ関連のネンドロイドまとまっております。監修中のもの以外にもちゃんと予約受付中のものは青パネルでこのように展示されてますね。まあでも今後もまだまだいろんなアイテム出るぜ感がすごいですね。ホロライブはもう全部ここでまとめてある感じですね、見やすい。今ネンドロイドも IP 系キャラクターが発売するんじゃなくって、なんかアイドル系とかね、 VTuber がどんどこ出るのが時代っすよね。